ご視聴の皆さんいらっしゃいませ、ふみなつです。ドラゴンクエストシリーズ全踏破企画第27弾、パソコン版のドラゴンクエスト10オンライン体験版の3回目の配信になります。前回エルフ村転生したところから開始して、知識の試練ですねクリアしまして、次は力の支援を受けるところから再開です。力の試練だね。どういう変換をしている。で、前回からね、少しだけレベルが上がってまして、7くらいまでだったかな、7くらいまで上がってたんですけど、ここから3上がりまして、クエスト、写真を撮ってこいっていうやつね、あれを報告したら、報酬プラスアイテムで経験値を上げられるっていうアイテムをもらって、それ使ったら10になりましたね。さあ、これでもうちょっとまともに戦えるのではないかと思っているわ。防具に関してはちょっとね、戦ってみて決めようかなーって。もう必要なのかどうかが、ね、まだわからない。そこまで上昇量も高くないしね。大きい槌がいい。みんな逃げていく。そうそう、戦歴で討伐モンスターリストとか見れるんですけど、これ今まで倒してきたモンスターなんだけど、ステータスのね、右下の方に獲得錬金装備っていうのが出るんですけど、これ見てみるとね、そう、スライムは、銅の剣、ブロンズナイフ、物干し竿の3種類のうちどれか1つの獲得錬金装備を、白っぽい箱から出すっていう。で、ナスビナーラだったらね、前回手に入れたバトルリボンとか、大木槌は大木槌落としたしね。という感じで、誰が何を落とすかっていうのがね、見れるみたいですね。この地域だと、スティックとハンマーとムチと探検槍がもらえるみたいですね。序盤ならね。これ見れるのいいよね。誰が何を落とすかわかるっていうのはありがたい。爪を持ってるやつがいたらね、爪にしてもいいんだけどね。とりあえず今は、前回もらった、こちらね、大木槌のプラス2。で、追加効果見たらね、こちらの方が、そんなに高くないけど、2% で麻痺にしたり、2% でヘナトス、攻撃力ダウンだね、つけたりできるらしいので、ひとまずこっちでやってみようかなと。一応、無知用のね、装備もつけてますけど、縦装備できた方が死ぬ確率は減るかなっていう。防御力も若干あるしね。あれ、上がったよね。防御力上がるよね、こう。ああ、上がるよね、守備力。一応2だけ上がってる。まあ、ガード率は 1% じゃまともに発動しないとは思うけど。まあ、追加でね、防具を一つつけていると思えば、恋ミスライムの打撃で10当たるっていうあれはもうなくなるんじゃなかろうか。あと、前回オンラインになっているドラクエ10は難易度高いのっていう風にコメントね、あったんですけど、なんだろう、マップが広いっていうのと上がりやすくなったとはいえ、おそらくオフラインゲームよりはレベル上がりが遅いと思うので、その分攻略までの時間は長いかもしれないね。クリアするまでの時間か。ここで錬金装備とかも見れるみたいだから、倒してない敵をとりあえず1回でもいいから倒して、何を落としてくれるかをちょっと見たい。今んとこ武器しか落としてくれる人いないけど、もしかしたらキャタピラー倒したら防具が落とすかもしれない。まあまあ、一桁に抑えられてれば。毒芋虫倒したぞ。もう48の経験値は大きい。ボーナスで50になっていた。さあ、討伐のモンスターでちょっと毒芋虫見てみよう。キャタピラじゃなかったね。毒ガのナイフと聖なるナイフか。聖なるナイフは結構高めの探検なのでは。こっち側か。で、昨日やった感じだとそんなにドロップ率も悪くなさそうで、なんか100匹倒さなきゃいけないとかそんなんはなさそうだから、ち
となんか装備欲しいから狙ってみようかなと思っても、序盤だからかもしれないな。狙いやすくなっているのかもしれない。で、もうちょっと先の方で多分ホイミスライムが出てきたよね。あ、リベンジしよう。ほぼ同格だね。じゃあまあ押せるでしょう。こちらがどれだけ与えられて、向こうがどれだけ与えてくるか。毒芋虫とほぼ同じだね。二発で倒せない。向こうが2回攻撃する前には倒せた。さあ何落とす。あ、こいつ服落とすぞ。癒し系だから僧侶か。僧侶系の装備は装備できるのかな。ちょっと狙ってみようか。こいつ2発で倒せるくらいにしたいな。身もレベル2くらい上がらないとダメかな。クイモムシの方は経験値もらえるみたい。ああ、2回攻撃された。とりあえず、薬草は比較的多めに持ってるから、しばらくは戦えると思うけど。あと、ホイミ覚えてから行きたかったりもするんだけど。ホイミまだ覚えてないんだよね。レベル11に上がった。覚えてないよね。あ、いつの間にか覚えてる。あれか、一気にレベル上がった時に覚えていたのか。もう一回くらい行けそうだね。どれでもいいから1個落としてほしいな、癒し系を。これまで手に入れたバトルリボンとか大木槌も錬金効果でプラスされている状態、プラス2とかね。だから防御も若干上がっているのではと思っている。ちなみに盗む意味ないんだよ。何も盗めなかった。見破るだけしとこう。秘密を見破った。何が見れるか。牛の鳴き声が。お店の、あ、黄色になっている。これは、見破ったからかな。あ、豆知識が増えてんのか。裏面が。あ、それだけかな。あんまり見破るの効果が必要ない気がした。今、強さが、382か。あともう10匹くらい倒してみようかな。10匹、9匹。倒せば、レベル12に上がる。無知の方が倒しやすいかな。どうだろう。無知も多分2回攻撃だよね。2回攻撃というか、2回攻撃しないと倒せないよな。あ、だよね。まあ、確実に2回で倒せる。ない状態でどんだけダメージ受けるか。守備力2の違い。変わらない。ほぼ変わらないぞ。だったらダメージ優先で無知でもいいかもしれない。12になるまで粘ってみて、出なかったら先進むのか。あ、ゴーストも出てる。さまよう魂か。硬いぞ。落とした。すごい、一発で落としたぞ。青銅の槍。そしてレベルが上がってしまった。こいつ槍落とすんだ。さまよう魂。青銅の槍はロングスピアか。じゃあ、大当たりではなかったんだね。とりあえず出なかったから次行こうか。じゃあ次はお化けキャンドル。隠した。弱い。弱いけど、多分こいつもメラ使ってくるよね。聖堂の剣とレイピアか。片手剣。まあでは先に行きましょう。ようやくメインストーリーが進められるね。あそこにルーラストーンが。ここでセーブしておけば、再戦できるってことね。ここを登録したら戻れないからね。リココさん。先は世界中の丘。これよりお前の力が試されるであろう。準備を整え、心して進むがいい。行きましょうか。そなたが一番乗りか。私は、死、こう。力の試練を見届ける者。よく来た友よ。俺は若葉の精霊だわ。この世界樹と共に生まれ、遥か昔より、学びの徒たちの力を試し続けてきたのだわ。どうもよ、俺に打ち勝ち、力を示せ。それこそが力の試練。この試練を乗り越えれば、お前は真の一人前と認められるんだわ。海夏よ、準備は良いな。
これより海夏の力の試練を始める。一番乗りだったのか。ボスの難易度設定についての説明です。ほとんどのシナリオとクエストのボス戦は難易度を選択して戦うことができます。ボスの難易度設定は作戦コマンドのいろいろ設定にあるボス難易度設定からいつでも変更できます。あ、そんなのがあるのね。一人プレイ中とパーティープレイ中、それぞれで難易度を設定することができますので、自分の遊び方に合わせて設定してください。敵の強さを選んでください。お、経験値に差が出るね。なら強いでいいか。強いでやってみよう。さあ、若葉の精霊。行きましょうか。呪文低ダメージはきつい。敵の行動を遅くしてこっちの攻撃を速くする。様子を見ているな。通常攻撃そんな強くない。バギー使ってきたらちょっと怖い感じか。でも痛恨の一撃もあんのかな。ナイス会心。ボディープレス。ここ挟んどこう。死んだされたら困るからな。OK、倒した。と。素早さを下げて、こちらを上げたのが良かったかもしれん。1100ポイントの経験値と10ゴールド獲得。おー、すごい、1000ももらえた。レベル13に上がったね。ボミオスの呪文を覚えた。参っただわ。よく頑張った。なかなかいいだわ。むしった。回復してくれた。海夏、力の試練、合格。この世界樹は、3本目の世界樹。悪しき者たちは、何度も地上から世界樹を消そうとしたのだわ。まあ、その度に、勇気あるツスクルの巫女が立ち上がり、世界樹が絶えないように阻んできただわ。檻に力を示した者よ。お前もその勇気を忘れない限り、未来への道が途絶えることはないだわ。海夏よ、見事だったぞ。これで、巫女、姫屋様から一人前の証を受け取れば、まだ身の庭は卒業だな。では次、九助と朝薙よ。力の試練はどちらから受けるかね。朝薙からでいいでーす。俺は後から適当で。負ける気ままだから。九助よ、お前もそろそろ本気で力の試練に取り組むべきではないか。このままではずっと半人前。守りたい女性がいても守れず星をついてくる。では朝薙、そなたから始めよう。準備ができたらこちらへ。見せてもらったぞ、海夏。なんだあの必死な戦い方は。僕はもっと鮮やかに勝ってみせる。危ないだわ。この聖なる地に魔性だと。早く触れたら死ぬだわ。早く逃げろ、逃げろだわ。海夏、来い。ダメだ、間に合わない。お、これは前のとこだね。はい、サナさんいらっしゃいませ。おはようございます。ご視聴コメントありがとう。先生の一人が倒れてしまう。ここでオープニングというか改めてムービーが入ってます。あ、もともとエテーネ村があったと、何やら光が拡散してますね。さあ、あれは何の光なんでしょうね。魔性がかき消された。今の光は一体。でも多分先生は助からねえな。そして世界樹がボロボロになっている。が上があるのか。そんな世界樹が、生きろ世界樹、檻の力全部やるだわ。世界樹を存続させるために。若葉の精霊、心配するな。世界樹がある限り檻は死なないのだわ。世界樹と一つ、まあ、一命を取り留めた的な感じだよね。学びの庭へ戻ろう。ここで起こったことを伊豆矢野井先生に伝えるんだ。宝箱だ。しなやかな枝。そして地面が復活しているよ。これも若葉の精霊のおかげなんだろうか。さて、呪文でリレミトがあるから脱出しようか。しかし何も起こらなかった。なんだって。あ、じゃあルーラー使うか。帰ろう。あ、でも全部倒したのかな。生息地域エルトナのクオンの森。
あ、一応倒したのかな。それともこれ、あと、こんだけいるのかな。わからん。あ、でも下の方行ってないからね。その辺は、いいか。では、ミコの元に報告に行くのかな。ズヤノイ先生に、って言ってたけど。とりあえずね、力の試練は突破したので、この突破した証をもらいに行きましょう。ロミナツ、ヒメア様がそなたをお呼びだ。さあ、中に入りたまえ。お待ちしておりました。さあ、こちらへ。急ぎはいらないのかい？あ、それは、クオンの森に行くためか。失礼いたします。ロミナツさんをお連れしました。ロミナツ、もっとこちらへ。早いね、二人とも。し、コート若葉の精霊のことは残念でした。私も風たちのざわめきから話を聞き、備えてはいたのですが、魔性からそなたたちを救ったあの大いなる光は、世界の中心、レンダーシアより放たれました。あの光こそ、伝説の勇者が覚醒した証。レンダーシアの地のいずこかに勇者が現れたことを示すものです。そして勇者とは、混沌の世に生まれてくるもの。あの光は同時に大いなる闇の誕生を示してもいるのです。朝凪、ユースケ、そして海夏、そなたたちはあの魔性を前にしても恐れずに立ち向かいましたね。逃げたけど何者をも恐れぬその偉大な勇気は、これからの世に必要とされることでしょう。力の試練に合格した海夏だけではなく、特別に朝凪と九助も合格とします。そなたたちも学びの庭を出て旅立ちなさい。本当だよね気にしたら寝耳に水というか、なんだろう、ありがた迷惑的な何を驚いているのです九助。そなたにも朝凪にもその力は十分に備わっているのですよ。それに九助、そなたも死こうの言葉で心を決めたのでしょう。見透かされている感じ。目が真剣になった。勇者の覚醒、そして大いなる闇、世界に何かが起きているんだ。海夏との勝負なんて小さなことにこだわってる場合じゃない。朝凪、そなたには優れた英知がある。旅をしてその力を育てなさい。そして海夏の意志を継ぐのです。意味はわかりますね。海夏の意志、それは一体。それでは巣立ちの儀を始めましょう。さ、冒険の書を前に。革新的なことは言わないの。大いなる風の神よ、そして育みの世界樹よ、一人前の力をもてし、この者たちにその証を与えたまえ。紋章が刻まれた。一人前の証だ。それを持てば異国の王との謁見も許されることでしょう。その証に恥じぬよう正しき行動を心がけるのですよ。さあ行きなさい。この学問の村が誇る若葉たちよ、そなたらの未来に世界樹と風の守りがあらんことを。俺はユーチャーリンにふさわしい男に、ま、なってみせるぜ。巫女の前なの。僕も行くよ。世界に起きていることを解き明かすために。そしてさっき姫屋様がおっしゃった言葉の真意を知るんだ。君も元気で、またいつかどこかで会おう。と顔を向けましたね、なんとなく。海夏、ようやくわかりましたよ。古代呪文の復活に失敗し死んだはずの海夏がなぜこうして生きているのか。そなたの本当の姿はこちらですね。なぜわかる。大いなる使命を果たすために魂を救われ、その体を与えられたのでしょう。海夏、今は世界をめぐり修練を積みなさい。その力を世界の人々のために役立てるのです。そして各国の英雄に与えられる勲章キーエンブレムを集めなさい。必ず道が開けることでしょう。あれを。ほ
うしてみるとどこから見ても海夏なのに中身は違うんですね。中身も海夏だけどね。間鉄道パスを受け取った。二人受け取ってないけど。では5つの大陸を自由に行き来する列車に乗るためのパスです。とても高価なものなんですけどね。エルフの海夏が作った薬に助けられた人たちが卒業祝いにって用意してくれたんですよ。この体の持ち主はエルフの宝でした。我らの先頭に立ち導いてくれるはずの存在だったということを夢夢忘れずにいてください。そなたが立派に使命を果たせるよう祈っていますよ。海夏さんが巣立ちの儀を終えたことは学びの庭の人たちに伝えました。さあ旅立ちの時です。まずは西へ向かい、鉄道駅のある風の町アズランを目指すといいでしょう。ここから先の旅は一人には辛い旅。サポート仲間という協力者を三人用意したので、あなたの旅に同行させてください。アズランに着けば新しいサポート仲間を酒場で紹介してもらえます。自由に選んで連れて行くことができるでしょう。それではどうかお気をつけて。もう最初からサポート仲間が。そして経験値3800。全ゴールドも手に入れた。いい、レベルが上がるぞ。サポート仲間が加わりました。作戦コマンドの中にサポート仲間が追加されました。はーい、13から16に上がったぜ、イエーイ。というわけで、ビッグパパさんいらっしゃいませ。おはようございます。ご視聴コメントありがとう。今ですね、力の試練終わって一人前の冒険者になったところですね。新しく呪文も覚えましたね。戦士と僧侶と魔法使いですね。作戦、サポート仲間、このバッチリ頑張れ、命大事にバッチリでいいんじゃないかな。てか、レベルが高え。全員レベル28だぞ。何もしなくても大丈夫なんじゃないか。とかをどうしようかなーっていうとこだよね。とりあえず、次の町まで行きましょうかね。あの仲間がいれば多分問題ない。きっと問題ないぞ。もうちょっと待って。あの人、ウエストになってる。あら、いらっしゃい。あなたちょうどいいところに来てくれたわ。実はね、うちの国お使いを頼んだのよ。あの子は任せてって言って元気に村を飛び出していったのだけど、でも何しろまだ小さいからちゃんとできるか心配になってきたのよ。それであなた、もしよかったらうちの子がちゃんとお使いができているかこっそり見てきてくれないかしら。初回報酬経験値8160ポイント、でかい。今のメインストーリーのやつよりでかいぞ。あ、二度寝いってらっしゃい、サナさん。二度寝でいい夢見てくださいね。さあ、これ受けましょう。ツスクルの村にいる手まりからうちの子がちゃんとお使いできているかこっそり見てきてほしいと頼まれた。ありがとね。うちの子はコマって名前よ。この子にアズラン地方の木陰の集落にある道具屋まで届け物を頼んだの。木陰の集落は、木陰でいいのかな、木陰かな。この村を出てツスクル平野からキリカ草原を西に抜けた先にあるわ。もし何か困ってるようならこっそり助けてやってくれると嬉しいわ。そんな遠くまで小さい子をお使いに出したの。道中モンスターもいるだろうに。他ウエスト受けれる人いるかな。手まりさんと老子レタラかな。このレタラのやつは受けれないんだよね。製品版じゃないと受けられないクエスト。よし、行くぞー。次の街へ。RPG やっててワクワクするタイミングはここだよね。一段落して次の地域へ行くって。海夏ー。多分、キュウスケか？あれ？あれ？違ったわ。若葉のセリだった。またなー、どうもー。ちゃんと生きてたね。よかったよかった。クエストリストに新しいクエストが紹介されました。だって郵便箱にレイから何か届きました。レイって誰だろう。
討伐記録係か何か届きましたって書いてある。ちょっと待って。戦歴、クエストリスト。紹介されている、超お役立ち技能。あ、銀行屋に行けばいいのかな。各町の預かり所ではレベル10以上の者が入会手続きすると無料で、持ち物とゴールドを預かってくれる。経験値もらえるからやってこようか。高場。これは、次の町に行かないと多分ダメかな。コンシュルジュも次の町だね。はい、しおりさんもいらっしゃいませ。朝からご視聴コメントありがとう。ただいまですね、力の試練終わって、新しい地域に旅立つっていうところですね。ただちょっと、クエストが達成できそうなので、一旦こちらに。郵便局、あ、そうか、こいつは郵便局員か。でも何か郵便が届いてるらしいんだよね。ちなみに体験版だと手紙は送れない。代わりに受け取ることはできる。らしい。というわけで、受け取りましょう。レイって誰？詳しく見る。あれ、中身が見れない。突然、お手紙差し上げてごめんなさい。私は紅玉館に住むレイと申します。実は弟が行方不明になっており、捜索に協力いただける有能な冒険者様を探しております。ジュレットの町、桟橋から船が出ていますので、館へはそこからお越しください。お待ちしています。ジュレットっていうのは、別の種族の2番目の町だね。確か。受け取りましょう。そうね、システムありますね。アイテムを送ったり、お金を送ったり、いろいろ。できるやつですね。討伐記録係の人。突然のお手紙失礼いたします。海夏殿のお力を見込んでどうかお頼みしたいことがございます。港町レンドは南の酒場にあるモンスター討伐隊本部にて首を長くしてお待ちしているであります。おっと、他はないです。ここ銀行屋あったかな。銀行ないね。次の町だな。あ、ちなみに今パーティー組んでるこれはね、NPC の人ですね。あ、クエスト、メインストーリー進んだら自動的に仲間になりました。で、次の目的地は、知恵の社の南側の地域に。から行ける、キリカ草原っていうところに向かいましょう。この先から南に下る感じだね。あ、飛び降りれる。られたわ。他なんか新しい敵いるかな。だけで何かが光っている。あ、魔力の父ね。なるほど、錬金素材だね。新しい敵はいなさそうかな。毒芋虫も倒したしね。これは、名前なんだっけな、土嵐とかってやつ。あ、土嵐か。お、押してくれてる。ありがたい。49、強い。超強い。あ、そしたら宝箱落としたぞ。トクロ、爪だよね。呪文発動速度がプラス2なんだけど。鳥系に強い爪だね。もらっとこう。他何か落とすかな、この子。一応これ大当たりだ、キャットクロー。お、すごいね、一発で出して。おいみスライム全然落としてくれなかったの。敵を倒す楽しみが、経験値稼ぎ以外にもできたっていうのはね、嬉しいとこだね。いつから、この錬金アイテムドロップが追加されたのかは知らんけど。ちなみにで、この地域って、あ、またなんかいるね。いるけど。まあいいか。まあ道中見かけたら倒していこうか。このレベル28とかの、めっちゃ強いサポート仲間がいれば、誰でも倒せる気がするし。で、次は、あ、このまま西の方だね。南はダンジョンだし、北は別のとこだし。北上しつつ、西の方へって感じだね。だがしかしその前にこいつを倒すぜ。あ、逃げてくこいつ。どうぞ。やつに行かない。仲間モンスターはね、遅いんだよね、動きが。今思い出したけど。
もみじ小僧、何落とすかなあ、なるほどね。棍棒系、棍棒でというか、棍、あまり装備する予定のない。このアズラン地方に行きたい。記憶違いじゃなかったら、どっかこの辺にさ、でかいのがいたような気がするんだが、いなくなったのかな、ね、あ、どうしよう。あっち、あそこの小屋ちょっと寄ってこようか。青葉。いや、我ら、キリカ修道会の祖。大僧侶、キリカ様が生誕なされた聖地である。近くなき者たちを許すわけにはいかん。あれ、入れないらしい。生誕の地、あそこの小屋で生まれたんだ。これ、どっから戻るんだ。あ、もしかしてこれさ、ぐるっと南回らないと戻れないんじゃないか。じゃあ仕方ね、ちょっとその辺にいる一角ウサギ倒してみるか。一角ウサギ、アクセサリー落とした気がするんだよな。テンション上がった。今いるマップに、アルミラージ。獲得錬金は鉄の槍だけか。あれ、魔法の小瓶だけだ。出てくる。このサポート仲間がいたら、パワーレベリングできるんじゃないかな。ようやく帰ってきたな。じゃあ再び、屋上しつつ、西の方ね、向かいましょうか。これは装備は見た目に反映されてるんですか？反映されています。はい。されていますね。じゃあ装備したらね、変わる。初期装備だけど。これとかもね、表示させればちゃんと頭にかぶるし、経験値3倍になるっていうやつね。あとは能力がつかないコーディネート見た目装備かの登録もできるみたいですね。さあ、でこいつ倒せるんじゃね。こいつら手を出さない方が良さそうだ。あとは倒してくれねえかな。レベル28じゃダメかな。ちょっとやってみようぜ。頑張れ、お前ら。お前ら頑張れ。いいぞ、殴られるぞ。主人公狙ってきているぞ、きっと。ピオリム。天使。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。お、メラミ打ってくれてる。結構厳しいの。本当に厳しそう。やめよう。死ぬ前に出るぞ。なんかレベル40とかで挑戦するような敵なのかな。40、50あたりか。一発で70くらい食らしたもんね。恐ろしい敵だった。お、新しい敵がいるぞ。クリのやつ。まあ、他のナンバリングとかで見たことない、ね。どんぐりベビー。多分これドラクエ10オリジナルかな。こんな気がする。どんぐりベビー。系の装備落とすじゃねえか。ちょっとだけかろ。クティチングマイジャパニーズ、日本語を勉強してきました。はい、勉強お疲れ様。お、1、2、お、10、数字ですね。3、はい、1、2、3、1、2、3。まずは数字を覚えてきたんですね。1、2、3、4、5、6、7、8。あと1つ。お、来たー、何か来たー。鉄のスネアで。そっちかー。でも、転びガードついたのはありがたいかな。ただ、これ装備できるかわからねえな。できれば鎧欲しかったな。さあ、上がるね。そして装備できるね。装備。9。鉄の胸当てとか落としたよね、こいつね。胸当て、腰だれ。多分、すね当て外れだな。こんなだと防御力がね、上がらないからね。素早さは上がるけど。体験版だとお金がほぼ稼げないから。この敵が落とす錬金装備でね、武器防具を整えていかなきゃなと思っているんだよ。ちなみに日本語はいつから勉強してるんだろう。最近というか、まだそんなに日は経ってないのかな。数字とか挨拶とかは多分最初の方だよね、きっとね。お、バギーちゃんと範囲攻撃だ。そして出たぞ。またスネ当て。でもこれ移動速度上がるぞ。こっちのスネ当て。転びガードがつくか。でもこれ、プラス30だけどマイナス 27% だろ。転びガード 3% しかないと。
移動速度 1% 上げるから。私は彼らをローマ字で言えます。挨拶かな。まだひらがなの方法学んでないのね。なるほど。今のところ数字覚えた感じですかね。これからですね。数字が、ワン、ツー、スリー。なんだろう。他の言語だったとしても、よく聞くから、それは、なんだろう。英語を知らなくても言えたりするけど、各地域ごとの数字ってなるとまた難しかったりするのかな。勉強している本は、まだひらがなというか言葉としての文字がないのかな。そうだね、ローマ字で覚えてこれからひらがなを覚えるんですね。まあ順番にだよね。最初から釣りやるとやる気なくすもん。私はそれが中学校時代の英語が不得意というか嫌いになった理由だな。だろう、英語って面白いものだよとか楽しいものだよっていうのを教えられる前にガンガン詰め込まれた感じだから、ひらがなはまだ書くことができないんですね。大丈夫ですよ、ゆっくりやっていきましょう。でもなんか目標とかあるのかな、そのいつまでにこの辺まで覚えたいとかね。なんか他にも遊びに来てくれている海外の方で、日本に遊びに行きたいから勉強しているっていう人が何人かねいましたけど、そのために勉強してるとかね、なんか日本人だからかもしれんけど、なんか嬉しいよ。自分の国に来たいと思ってくれている海外の方がいるという。レベルが上がっちゃったね。いやー、胸当て欲しいな。私自身がデブ症、あまり外に遊びに行きたいっていう感じではないので、家でゲームしてる方が楽しいんじゃないみたいなね、そういう性格なのもあって、あまりね海外に目を向けてないんですけど、一箇所だけ死ぬ前に行ってみたいなと思う場所があって、それがベネチアなんだよね。ゴンドラに乗りたい。ディズニーシーとかにあるやつじゃなくて本場のゴンドラに乗ってみたい。敵枯れてしまったね。いなくなっちゃった。残念か。いなくなっちゃったしな。敵が復活するより、狩り尽くす方が早かったの。まあ、また時間のある時に、倒しに来ようか。では、このサポート仲間の人たちはいつまでついてきてくれるんだろう。自分で雇う時は、時間制限確かかかるんだよね。倒したぜ。いくつかの大きな数を言うことができます。ああ、11とか、12とか、かな。20くらいまで分かると、そっから先はもう簡単だよね、多分。32、30言ってた。しびれダンビラ。ビッグブレード2、体験だね。両手剣。両手剣か。あまり使う予定がないね。ビッグブレード2とか、ドラクエ11にもあったっけ？なんかそういう名前のあったよね。さんの配信は海外の人がたくさん来てくれて嬉しいですね。そうですね。多分時間帯と、この字幕を載せているからかな。ここがあれだね。クエストの場所になっていた木陰の集落。これ木陰って読むの？木陰。で、預かり所。これもクエストですね。レベル10以上の方とお見受けしました。当預かり所は初めてのご利用ですね。お手続きのためバブルスライムが落とすきらめきインクという品をお持ちくださいって言われた。受けましょう。バブルスライム倒さなきゃいけないのか。バブルのインクはあれか、ショートカットされてるのかな。違うよね。受注したっていうだけだよね。ああ、はいはいはい。びっくりした。勘違いか。あ、で、武器、新しいの出てるかな。レベル、何以上か。そんなに、強くなってないね。違う。ちょっと、そうだね、そろそろ欲しいよね。ちゃんとした装備を。
あ、ヌスット系、盗賊系のやつだね。100するぞ。なんで 100? で、守備2でしょ。特に追加効果もないな。なんで 100? 高くない?素早さが上がるのか。あ、違う、若手芸人のバンダナを全部セットすると、セット効果で素早さが上がるんだね。なるほど。でも頭装備外せないから、効果は発動できないかな。これは。おしゃれだけは。4。1。4。重さはあった方が、重さは別にどうでもいいのか。重さは、守備力は高いに越したことはないよな。でもな、もう次の街に行ったら、さらにいいのが売ってるはずだからな。ちょっとそっちまで我慢しよう。さあ、バブルスライム探すぞ。で、目的地は、南西の風の街アズランですね。次の目的地はあそこだ。で、その間にバブルスライムがどっかにいるはず。1773 くらいまでいってる。結構でかい数字まで教えられるんだね。あ、でも、あれかな、その支払いとかの話もあるから、万くらいまでは、1万2万とかね、それくらいまでもしかしたら勉強するのかな。お、毒矢頭巾的なやつがいるぞ。あいつ倒すか。あ、2体来たぞ。毒にならなきゃいいんだから。そう、お金のやり取りで考えると万単位まではね、勉強しそうですよね。さすがにその上の1億とか2億とかはね、さすがにデカすぎるからやらないと思うけど。毒矢頭巾、さあ何落とす。あ、寿司のローブ、なんだろう、僧侶系になるのかな、これ。120かな。あれ、他のいないな。どんぐりビビーしかいないんだけど。とりあえずこのまま南に下るか。バブルスライムはどこにいるんだろうか。とりあえず道なりに進んで、このキラキラがね、あれば取って、見かけない敵がいれば倒して、そんな感じで進んでいこう。なんか、なんだろう、分布こんなに固まってたっけ。なんかもっといろいろいたような気もしたんだけど、なんかシンプルになっている気がする。マップの半分くらいまで来たから、もう少しだね。もう少しで次の街に行くんだが、だがしかし、目的のバブルスライムがいない。なんか新しいやついる。海夏は11のダメージを与えた。あー、どうなんでしょうね。多分そうなのかな。まあ、ひらがなの部分が英語になってるとは思うんだけど、文章として覚えてるのかな。お、ライトアックス、炎だ。木を倒して、木を倒す斧を出すとか。ステッキ系かなとか思ったけど。お、カシャンゴション。お、列車走ってる。他にバブルスライム見かけないな。夜とか、天候でかな。さっき雨降ってたよね。レアモンスター系は多分そんな感じで。スライムベースがいる。隠した。そうだよね。何覚えるかな?何覚えるかじゃなくて、何持ってるかな?あー、スライムと変わらない。落とすものは変わらないぞ。スライムいないな。ちょっとバブルスライムだけ探そうぜ。クエストのやつなんだけどな。ちょっとこのまま南の方に、川沿いにいる可能性が。キラキラが。例えば、後々職業というか、なんだ、クラフター系につけるんだけど、どれか一つだけね、転向ができないやつ。どれにしようかなーってね、悩んでるんだよね。違うに。がこの先、凶悪な魔物どもの息づく未開の領地につき立ち入りを禁ず。え、こんな町のすぐ近くなのに未開の地なの。きっとこのパーティーメンバーならいけるのでは。いや、でもなんかめっちゃ強そうやな。そうそう、鍛冶職人とか錬金術師とか強そうだな。強そうだな、こいつら。やめとこう。工職人とかね、なんかいろいろあるんですよ。
このまま進むと違う地域行っちゃうけどなぁ。いないなぁ。バブルスライムがいない。農家とか整備士とかそういうのはないなぁ。あ、でもね、自分の家購入することができて、そこで畑はできるみたいですね。水源に行った方がいる確率高いかも。あ、暴れ狛犬がいる。結構強いぞ。117。1体で117結構でかいの。魔除けの爪。落とすので。戻るか。まあ、ちょっと道中に見つけられなかったから、また裏作業で、サブクエスト関係をやろうかな。時間があればね。昨日はちゃんと粒マスタード買ってきましたよ。アメリカンドッグのために。アメリカンドッグ違う。ホットドッグか。なんか呟いてましたね。買ったよ。他のがいた。補給、姿勢チェック、ノアくんチェックありがとうございます。スイーツいただきまーす。アメリカンドッグで合ってたっけ？くんや今、クッションでお休み中です。こいつのは強いぞ。サフラン系のローブ。まあ、魔法使い系か。Do you like Monster Hunter? あ、モンスターハンター好きですよ。今度ね、新作出ますね。私まだやるか、未だに悩んでますけど。アメリカ発祥だからかな。アメリカンドッグ。これ、タクシー系のものか。移動させてくれるらしい。あんなところに壺があるよ。しおりさんもまだ買うか悩んでるんですね。そう、新作はモンスターハンターライズですね。任天堂スイッチで発売される。アメリカではコーンドッグと呼ばれてるそう。あ、そうなんだね。違うんだ。呼び方が。あれかな、見た目がコーンの形をしてるから。楕円形というか。初めての街に着きました。全滅時の復活場所を変更しておくと安心です。現在の復活場所はツスクルの村ですが、この街に変更しますか？新しい街。突然めまいに襲われただって、なんだろう。だし、しばらくもしてないな。うん、よし、次は、港のある町に決めた。誰？なんだ？え？こっちが、え？なんだけど。あ、いた！お、なんか黄色い、妖精？エルフ？あたたたたた。すまない。考え事をしながら飛んではいけないね。君は大丈夫かい？うん。それはよかった。私は、サンビタリア。見ての通りの妖精さ。あ、こっちは本当の妖精なんだ。しかも、熟練の冒険者でもあるんだぜ。妖精がなんでこんなところに行って？というか君こそ、ここがどこだか分かって言ってるのかい？ここは、夢と現実の境界さ。元来、ここに意識あるエルフがいることの方がおかしいんだよ。私は、たまに思考を巡らせるために、この空間を利用するんだ。今日は何をしようか、ランチは何を食べようか、とかね。ふむ、どうやら冒険者のようだが、なかなか興味深いね。君、名前は何て言うんだい？うちも海夏です。なるほど、海夏くんというのか。よし、海夏くん。ここで会ったのも、妖精の女王様のお導き。共に私の使命を果たしてほしいんだ。私はみんなをハッピーにするべく各地を冒険して、そこに住まう人たちや冒険者につながりを生むことを促してきた。人と人との触れ合いこそがハッピー。会話をして笑ったり助け合ったり、つながりを生むことがハッピーを生むんだ。つまりだ、君には私が選んだアストルティアにいる住人たちを見つけ出して話しかけてほしいのさ。このためには準備が必要だね。くるくるー。何を受けているのか。何やら勝手にことが進んでいる。君には黄色い魔法、出会いの魔法をかけた。これで海夏くんには私が選んだ人の名前が黄色に見えるはずさ。これであとは黄色い名前の人を見つけて話しかけるだけ。どうだい？簡単だろう？手伝ってもらうんだ。何かお礼をしないとな。そうだね。
人に話しかけるたびに小さなメダルを1枚あげよう。追加でご褒美だってあげちゃうぞ。どうだい？嬉しいかい？まあ、小さなメダルはありがたいね。君は実に素直でいいね。ますます気に入ったよ。そうだ、これも渡しておこうかな。黄色のイエローダイアリー。かわいいだろ？私のとお揃いだぞ。しかもこの2冊は書いたものがリンクされちゃう不思議機能付きなのさ。君がこっちにアストルティアの住人を書くと、みなつくんに渡した方にも記載されるんだ。私が選んだ住人の名前を記入しておくので、道具の大事なものから確認してみてくれ。私は当面、港町、レンドアの船着き場にいる。気が向いたら会いに来るといい。それじゃあまたね。これは、追加コンテンツだね。サンビタリアがかけた魔法で、特定の人たちの名前が黄色になりました。彼らを見つけ出して話しかけてみましょう。はい、というわけで、コメントを読んでませんでしたが、海外で食べるときはコーンドッグプリーズって言わないといけないんだね。ああ、そうなのかな。あ、でもそうだよね。北海道ではフレンチドッグと呼ばれ、砂糖がまぶされるとか。なるほど。あ、耳確かに、丸型だったね。エルフだと尖ってるからね。小さなメダルは、もともと手に入れる方法があるんですけど、追加で増えた感じかな。クアックさんは27歳なんですね。若いね。若い。まだまだ若い。冒険者だな。俺は各国連合モンスター討伐隊の討伐隊員、マダラキだ。君の名前は、ウミナツか。ちょうど冒険者向けの依頼があるんだ。簡単な話だから聞いていってくれ。我が討伐隊は危険なモンスターを討伐することによって、アストルティアの平和と安全を守る特殊な組織だ。今も世界各地で戦ってはいるが、そもそも人手不足な上、モンスターの数は増える一方、そこで君たち冒険者に協力を求めている。依頼内容はシンプルだ。1日1回指定した場所のモンスターを指定した数倒してくるだけ。簡単だろう。依頼を達成した後、我々隊員に報告すれば、討伐ポイントに応じた経験値とゴールドを報酬として与えよう。依頼によっては名声値も入るし、報告のたびにボーナスも出すぞ。どうだ、早速やってみないか。そうですね、デイリークエストが来ましたね。おお、ありがたい。協力してくれるのか。依頼を受けられるのは1日1回までだが、名声レベルが高いほど討伐ポイントが大きい依頼を受けることができるぞ。同じ町の中にパーティーリーダーがいるときは、その依頼を仲間と共有できる。つまり仲間と同じ依頼を受けられるぞ。今日頼める依頼はこんなところだ。黄色の依頼があったら、それは緊急度が高い特別な依頼だ。報酬も弾むぜ。ないね。浮遊時だけ詳しく見るって出てる。あ、倒したことがあるから見れるのか。なるほどね。今なら浮遊時じゃないか、この地域だと。他はね、別の地域に行かないとダメだから。ただ一番でもないか、経験値安めだね。これを受けよう。討伐ポイントで7060ポイントもらえるね。これは経験値なのかな。依頼を達成したら場所はどこでもいいので、世界中の町にいる俺みたいな討伐隊の隊員に声をかけてくれ。報酬はその時に渡そう。途中でのキャンセルもできるらしい。なるほど。そしてさっき言ってたイエローダイアリーの人がこの人だね。黄色い名前、カヌヤさん。じゃあカヤンさん。お、キラキラーってなった。どこからともなく夏の声が響いた。覚えているかな、サンビタリアだよ。ありがとう。私が選んだ住人を見つけたみたいだね。お礼を受け取ってくれ。小さなメダルを手に入れた。よし、一人目達成の記念にご褒美を進呈するぜ。これを使って次もガンガン行こう。使う？ルーラストーン。これはありがたい。その人の話をしっかり聞くといいぜ。行き先に迷ったら
イエローダイアリーを使うか、私に会いに来るといい。私はいつでも大歓迎さ。あ、そして黄色から名前が変わったぞ。主にこのピンクというか紫色のストーリーを案内してくれる人についてたりするのかな。ようこそ風の町アズランへ。もしかしてあなたって学びの庭から来たの？一ついいことを教えてあげるわ。あなたに伝えたいことがある人は名前がピンク色になっているの。階段を上がったところのグンザさんがそうみたい。グンザさんに話を聞いてみるのをおすすめするわ。ちなみに他に黄色はいた。玩具屋さん、あとマンジュって人、あと二人いるみたい。あとこの紫はあのサブクエストを受けれる人だね。マイタケとマエタケがいる。なんだろう、字幕だとどっちも同じだけど。まあ時間がねそんなに残ってないから、まあ、とりあえずストーリーを進めれるだけ先進めようか。とりあえずこの軍座に話せって言ってたね。あ、これオーガ系の人だ。わしは剣士軍座、力を認められた者の証、キーエンブレムを集めるため各地を旅しておる。お、お仲間ですね。しかしこの町の連中は変わり者ばかりだな。風が淀んでいると嘆きおるが、わしには普通の風にしか思えんわ。見た目より年いってんのかな。だがそんな今こそ絶好のチャンスじゃ。ここで領主竹虎様のお役に立てば、キーエンブレムをもらえるかもしれんしな。竹虎様の家なら町の一番奥にあるひときわ大きなお屋敷じゃよ。まずはお屋敷の南側にある赤い鳥居を目指すとよい。あとはその先の階段を登って道沿いだ。お主もキーエンブレムが欲しいのならお屋敷で話を聞いてみるのが良いじゃろう。なるほどね。とりあえずキーエンブレムの情報をもらいに漁師の竹虎のところに行くのが次の目的ですね。了解了解。あとコンシェルジュってどこにいる？アシナ？あっちか？あっち側かな？コンシェルジュがいるのはあっち側かな？あそこにツボ錬金してるところがある。町会にワシナ。ここは冒険者の酒場。旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場よ。あなたに耳寄りな情報があるわ。エンゼルスライムバーって知ってる？持ってる。ヒーローガールズってのが配ってるみたいよ。スツクルの村にも一人いるから欲しければ探すといいわ。思ってる。ここは冒険者の酒場。旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場よ。おー、なるほどね。おすすめチームを聞く。いないよね。チームに入ると楽しいおしゃべりをしたり冒険を助け合ったりする仲間ができるわ。入れるのかな、体験版で。良ければおすすめのチームを紹介するわ。チームのコメントやチーム名からピンときたチームを選んでみてね。なるほど、そういうのがあったんだ。なんか昔もあった気がするけど、昨日スタンプの審査通ったよ。あ、おめでとうございます。1日で承認されたんですね。ちょい小さく見えちゃうから今度はもっとでかく書かないとだね。ああ、なるほど、そうなんだ。あ、これがそのスタンプなのかな、しおりさんのスタンプね。あのチャット欄で見るとね、どうしてもちっちゃいんだよね。ここでいいとして、コンシェルジュの人ってアイテム交換なんだろう、なんかいろいろもらえるらしい。何かを集めればエンゼルハーツというものを持ってくれば交換できるらしい。サンナスビとかなんだあれ。魔物管理と道具屋、これ魔物使いと道具使いのところかな、きっと。レイちゃんに GG って書いたんだけど見づらいよね。あ、確かに。左下の黄色い部分が GG なのかな、多分。私のね、パソコン解像度が大きめにしてあるから、あまり見えないんだけど。あれ、この街コンシェルジュいないのかな。これタウンはあれか、ハウジングのエリアだね。ここは防具屋か。施設の場所。コンシェルジュいない？
しかして。あ、宿屋にいるのかな、コンシェルジュ。あ、宿屋にいたかもしれないな。宿屋に向かってみよう。のコンシェルジュっていう人がいろいろあの冒険者のサポートをしてくれる人なんだけど、ん？ここか？ここでいいのか？さっき目の前まで来てたんだ。案内係アサギさん、この人だ。お帰りなさいませ。世界宿屋協会提供旅のコンシェルジュのサービスカウンターはこちらです。こちらは旅のコンシェルジュです。冒険者の皆様に様々なサービスを提供するため世界宿屋協会より派遣されております。なるほど、ここだったか。と、支給サービス。コンシェルジュに登録するだけで毎週金曜日にゴールドやチケットが支給されるサービス。続いて元気チャージ交換サービス、遊んでいない時間を経験値がたくさん稼げる便利なアイテムと交換できるサービスです。元気玉っていうアイテムだね。持ってるけど、これこれこれ、元気玉。使うと30分間経験値とゴールドが2倍になるっていうアイテム。宿屋だな。でコンシェルジュはどこにいるの？あ、この人、話しかけろっていう人だ。小さなメダルゲット。ここはこの町の新名物アズラン温泉だよ。今はまだ開店準備中だけども特別ご招待の客さんで賑わってんのよ。でもね、大変な事件が起こっててさ、レベル22以上の旅人さんを探してんのよ。レベルが足りていなかった。今17だからね、もうちょっとかかるね。で、旅のコンシェルジュは？あれ？この人、違うの？この人じゃないのか。この人もう一回話しかければよかったのか。サプライズなプレゼントがございます。冒険者の皆様により快適な冒険生活を送っていただきたいと考えております。そこでこの度、とある便利な道具を発明いたしました。その名も、妖精の姿見と言います。なんだ？なんとこの鏡をご利用いただくと、実際に着替えなくとも様々な装備を身につけたご自分の姿を確認することができます。おしゃれな装備品、創意工夫を凝らした独自のコーディネートを探す際にぜひともご活用ください。妖精の姿見をご活用いただき、より快適な冒険生活をお過ごしください。普通に着ればいいんじゃないの？なんだろう、使い道がよくわからん。利用登録しましょうね。これで今週の金曜日に何かアイテムもない。レベル15以上、15以上なってます。サービスの説明さっき聞いた気がするけど、もう一回聞いとこうか。移動サービス、冒険を中断せずに他のサーバーへの移動をお手伝いするサービスとなっている。ただ私配信者なのでね、あまり移動する場所がない。お財布応援サービス、週に1回サポートゴールドが支給される。これはありがたいね、体験版の人にとっては。で、これがさっき言ってた元気玉の交換サービスだね。チャージしたポイントと交換して元気玉がもらえる。何か指定の品を一つ納品していただかないと登録できない。スライムベースを倒すとよく落としていくアストルニウムという鉱石を私どものところまで持ってきていただけますか？クエストが発生しました。解けましょう。ここでもか。木曜日までに。今日火曜日だけど、木曜日までに登録してれば、金曜日にお金がもらえる。ストーリー報酬ってなんだろう。あ、なるほど。クエストをクリアされた時に、受け取れなかった報酬がある時はか、アイテム枠がいっぱいだった時だね。なるほど。楽しみですね。皆様におすすめの情報がありますよ。憧れのマイホーム。買えるんかな？お金が足りないんじゃないか。はい。サブクエをこなしつつ、キーエンブレムのね、情報をもらいに行きましょうか。僕、領主様のお屋敷でカムシカの世話をしているフシコさんに胸キュンなんです。胸キュン。フシコさんが風音のユリという花を欲しがってるって噂を耳にしたので、なんとかプレゼントしようと思いまして。アズラン地方の暴れ狛犬が落とすそうなんですが、その旅人さん、お強いんでしょう？どうかお願いします。僕の代わりに、暴れ狛犬を倒して、風音のユリを手に入れてもらえませんか？自分で言ってこいよ。
あ、でも経験値めっちゃ美味しいね。6000もらえる。ありがとうございます。こんな願いを聞いてくれるなんて、あなたは本当にいい人ですね。それじゃあどうか気をつけて行ってきてくださいね。僕はここで待ってますから。なんだろう。もっと重要性の高いお手伝いをしたいよね。どうせするならね。ね、ずいぶんね、危険度の伴うものを要求されました。そしたらまあ今日はこの辺ですかね。裏でサブクエこなしつつ、次回配信から、漁師のところにね、向かうというところからやりたいと思います。最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。コメントもありがとうございます。コメントいただいていた、イサナさん、ビッグパパさん、しおりさん、クワックさん。皆さんありがとうございました。はい、しおりさん最後までありがとうございました。生放送をメインで配信してます。その方はフォローしてってくださいね。また、YouTube の方でアーカイブや各種動画も投稿してますので、合わせて登録よろしくお願いします。Twitter の方で連絡や通知を投稿してますので、Twitter フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん次の配信でまた会いましょう。またね。バイバーイ。